こんにちは。はい、2013年も過ぎて、今2014年1月のまあ後半に入りましたよね。で、私が今日やりたいのは2013年で一番使ったファンデーションたちを紹介しようと思います。で、春夏秋冬どれを一番使ったかっていうのを紹介しますね。で、まず春一番使ったのがこのファンデーション、MAC のスタジオフィックスフルイッドファンデーションです。カラーが NC37 です。で、このファンデーションはなんか人によってね、使うと肌が痒くなるとかいう人もいるんだけど、私はこれもう使って何年経つんだ、6年とか6年7年とかそのぐらい経つのかな、まあ、ずっと愛用して使ってるファンデーションで、これはミディアムカバレージなんですね。だからカバー力がミディアムなので、まあ春の肌にはまあちょうどいい感じで、うん、これ春に結構一番使ったね。うん、次夏が、まあ夏といえば皆さんいろいろ肌対策考えますよね。お化粧が1日経ってると崩れるとか、まあいろいろあるじゃないですか、悩み。で、私は夏オイリー肌になるので、ものすごくカバー力のあるファンデーションを探してました。で、それで見つけたのがこのメイクアップフォーエバーのマットベルベットプラスファンデーションです。はい、で、これはものすごくいいんですよ。何がいいかってフルカバーエージュなんです。だからカバー力がものすごくあります。はい、なのでそこがまあ夏はね、一番フルカバーエイジのファンデーションを使うといいです。で、前ビデオでも言ったけど、夏さ、例えばさ、オイリー肌の人が保湿系の入ったファンデーションを使っちゃうと、保湿系の入ったファンデーションってファンデーションにまあこう潤った感じの仕上がりにしてくれるもので、その顔を乾燥させないようにさせるものが入ってるから、要はそれプラスそのオイリー肌でオイルが顔から出ると、顔がものすごくまあこうなんていうのかな、崩れるんですよね。そのオイルだとかいろんなものが出て、ですごく顔が崩れちゃいます。だから夏はね、オイリー肌の人はそういった感じの保湿系の入ったファンデーション、 BB クリームとかそういうのを使うのは避けて、なるべくそのフルカバージュのファンデーションを見つけるとうまくいきます、夏は。一日中やっぱり良かったっていうのは、まあ、例えばオフィスワークとかの人はね、お外に出ないなら、まあ、大丈夫だと思うんですけど、ちょっと外に出なきゃいけないとか、通勤結構時間かかるんだよねとか、まあ、それで外にいる時間が長い人とかは結局仕事行く途中でも化粧が崩れたりとかするじゃないですか。だからカバー力のあるもの夏使ってください。はい、で、冬なんです、冬じゃない、それで秋なんですけど、秋、まあ、秋から冬にかけてですね、一番使ったのがこれです。カバーガールのアウトラストステイファビュラスファンデーション 3-in-1 っていうやつですね。で、これは 3-in-1 の意味が、この中にファンデーションとコンシーラーとあとプライマーが入ってます。で、それで 3-in-1 っていう意味で、カバー力もものすごくあって、あれなんでね、フルカバージュだと思います。うん、フルのカバー力がありました。だからまあ秋からさ冬にかけて、まあちょっと保湿も必要じゃないですか、冬は顔が乾燥するから。で、このプライマーがね、ちょっと保湿系をちょっと助けてくれて、そうで、なおかつプライマーつけなくていいから、顔をさ洗うでしょ、で保湿クリームだの化粧水だのつけたら、これにジャンプしてで使えるから、ものすごく良かったです。で、仕上がりもね、すごくなんていうのかな、潤ってるっていう感じのさ、ものすごくいい仕上がりしてくれるんですよ。で、それなのに10ドル以下で買えるんです、ドラッグストアで。だからまあ興味のある方は、例えばアメリカ旅行行くとか、ハワイ行く、アメ行くとかいう人は、ちょっとドラッグストア行ってね、カバーガールのファンデーション使ってみてください。これ結構みんないいって言ってたね。そうで、
ドラッグストアでファンデーション買うときは色選び気をつけてください。自分がさいつも使っているファンデーション持ってって、私これ買ったとき、この MAC の、スタジオフルイットファンデーション持ってったんですけど、こうやってさ色見比べてね、で色近いやつ買った方がいいです。たまにさ、その色、この色とさ、あの発色がちょっと違ったりするものもあるけど、こうやって買わないとね、色を間違えちゃうことがほとんどだから、ドラッグストア行くときはいつも自分が使っているファンデーション持ってって色見比べて買った方がいいです。はい、で次紹介するのは、ぶっちゃけお正月入ってから購入したものなんですけど、だけどあと2013年ヒットしたファンデーションなんですね。ですごく良かったんです。大好き、最近で結構最近毎日使ってる、そうのが、このロリアルのトゥルーマッチルーミーかな、ファンデーション。カバー力はミディアムからフルカバージっていう感じなんですけど、仕上がりがねものすごくフローレスな感じで、ものすごく綺麗です。はい、だから最近大好きで使ってます。これね、日本で売ってんのかな、このロリアルのこのファンデーション、これものすごくいいですよ。で、私が買った時はあのホールセールで買ったから$6.99とかで買ったんだけど、まあまあまあドラッグストアで10ドルぐらいで買えると思うから、うん、これものすごく良かったです。まあそうだね、春にいいファンデーション、まあそうだね、この3つを2013年、まあ、ちょっと2014年も入ってくる2013年はものすごく使いました。ファンデーション選びってすごく大変ですけど、まずは自分の肌質を良くしてね、自分がオイリー肌だとか乾燥肌だとか、オイリーと乾燥が入った混合肌だとか、そういうのをまず自分でよく見てから、まあ調べる基準っていうのは、例えば夏さ、日中こうふと鏡を見た時に顔からめっちゃ油浮いてたら、あなたはオイリー肌ですっていうことですよね。だけどなんかさ、部分的にオイリーなのにちょっとここら辺乾燥してるしって言ったら混合肌だし、でなんだっけ、夏でもめちゃくちゃ乾燥する人っているんですよね。でそういう人は乾燥肌だし、そうやってこう普段こうふと顔を見た時、自分の顔がどういう感じになっているかっていうので、ちゃんと自分の肌質を調べてね、それで自分に合うファンデーションを見つけるといいです。でまあ一つのファンデーションを年中使える人も中にはいるんですけど、やっぱりこうさ、時期によって肌質が変わるのがきっとほとんどだと思うんですね。なのでまあ時期によってファンデーションを切り替えた方が結局同じずっとファンデーション使ってても肌質がさ、こう時期によって変わるんだったら、やっぱりファンデーションも変えなきゃいけないから、そうやって臨機応変にね、お化粧っていうかお肌にちゃんと応えてあげるとうまくいきます。そんな感じで、まあ、もし気になったことがあったりとか質問があったりとかあったら、どうぞコメントの方に書いてください。いつも言ってるけど、インスタグラム、そして最近始めましたアメブロで、両方ともアイアムホッピーで探せば出てきます。なので気になった方はそっちもチェックしてみてください。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。